はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオー SH フィギュアツ仮面ライダーゲイツです。はい、同じアーツのジオーシリーズが2月から始まって、先にウォーズとかビルドアーマーを紹介しちゃいましたが、3月にゲイツはすでに発売済みなんですよね。レビューの際に開封しようと思って、まだ未開封のまま、少し置いちゃっておりましたが、ウォーズも紹介しましたので、次はゲイツ行きましょう。定価は5000円超えですが、これはジオー同様に武器パーツ付属なしですよね。 武器は別でプレ版でオプションアイテムセットっていうのが発売して、こっちも遅れて発売だったんですが、もう到着しちゃいましたね。じゃあゲイツ確認しましょう。ちなみにこれは初回特典で台座もついてますね。ジオの発売から約1ヶ月でゲイツが来ましたので、首の部分の長さとかは、これは修正されてるんだっけ はい、取り出すと、一瞬赤色が綺麗すぎてメタリックの成形色っぽく見えるんだけど、これはなんと丁寧な塗装めっちゃ綺麗に塗り分けられてないえ、すごいすごい。一切ムラ感がないすごい綺麗なメタリックレッドで処理されてるから、関節部分の成形色とかとも、 全然違和感ありませんね。で、ここの濃い色の部分は、ここ成形色なんだ。で、首は、あ、これ詰まってないよね。ジオより気持ち首長いのかないや、変わんないか。変わんないけど、首周り詰まってる感じが全然ないな。で、ライダーの文字がひらがなで書いてあって、この尖っ てるとことかすごいなぁ。後ろからきっちりと補強されてるし。で、内容物はめちゃくちゃシンプルで、本体プラス手首が6種類か。クリアダイザー2つプラスシート入ってるから、いつも通りこのペラペラの紙を位置合わせてセットで、はい、これでクリアダイザーが完成で、相変わらずさっぱりとした作り。でも初回限定で2種類もらえるってめっちゃお得。 では、ゲイツ本体を確認しましょう。全体ぐるっと見回すとこうで、ウォズに比べるとそこまでインパクトはないとはいえ、もともとスーツ造形もね、シンプルめですからね。なんだけど、すごい細かいところまで塗り分けがあるというか、この絶妙なメタリックカラーが、スーツの素材っぽい。 本編でもこの色にさらにシワ感が入ってますから、ちゃんとそういうのまで表現されてるので、見た目に大いに尖ったところはないものの、無難にというか完璧に出来上がってる感じですね。アーツ造形が。はい、とぶ部近づいてみると、こういうとこまで細かいなで、ここは割れにくいように後ろね、補強入ってて、スポーツバンドのような時計造形ですね。 で、アーマーは、ほぼジオーと同じ造形なんだけど、バンド部分が大きく変わってたりとか、肩アーマーとかは専用造形ですね。アンダースーツ自体は基本は共通造形となっております。黒一色って感じだったのが、色の違う赤系で表現されてますからね。ドライバー部分は2068の文字があって、ここはどちら方向でもくるっと回転しますね。 で、ここにライドウォッチも追加可能で、引っ張って取り外すこともできます。ホルダー部分の、ここも取り外すことが可能ですね。はい、後ろ側を見ると、こんな感じで。可動に関しては、ジオウと全く同じですね。割と固め、腰と胸で動いて、アーマーごと回転、アーマー別パーツ、二の腕、ロール、肘可動を。 手首回転。字をここが取れやすかったんだけど、今回は大丈夫かな。もう僕はね、接着剤で止めちゃった。で、ここを稼働するっしょ。で、下半身は左右に前後自由に行って、膝もしっかりここまで曲がってボールジョイント。足首からのつま先。で、キック。 のひらがな表記なんかも完璧ですね。この辺はガンバライジングで、ほんとよく見るから、しっかり再現されてるのは嬉しい。ジック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 ってね、エフェクトめっちゃ出ますもんね。で、手首パーツも開き手のこういうところまでしっかりと色分け入っておりますし、手首も握り拳以外もこうやって大きく開いてるやつとかもあって、かなり特徴的かな。 そしてこれでジオアーツの1235ライダーメインキャラクターがすべて揃いましたのでジオ、ゲイツ、ウォーズズラッと並べるとこんな感じで今年のメインライダー系はみんな時計モチーフですがそれぞれ切り口が全然違って並べても統一感があるんだかないんだかって感じだね並べてみるとやっぱりジオの首が詰まってるのが気になるのでここだけかやっぱゲイツ修正入ってるな第1弾はどうしてもね完璧ってわけにはいきませんね2弾3弾 以降のこのこ辺は最高に完璧特にやっぱウォズすごいなゲイツの変身ポーズといえばこうですよね腕こうやって内側でもそこまでアーツも曲がんないからこの辺ぐらいの角度が限界かなライドウォッチのボタンを押してから変身ででここから ちょっと回転させつつ、腕もね、内側に持ってきて、手首回転で、あ、いけるね、いけるね。こうやって押さえての、360度回転アクション。それっぽく、完璧ってわけじゃないけど、それっぽくいけますね。ライダータイムで、くるっと回転して、 仮面ライダーゲイツで変身完了。で、ゲイツといえばやっぱり握り拳を使うシーンが多いイメージで、これで前にこう拳やって、ベルトの上のボタンをグーで押してのロック解除状態だったりとか、他には手をね、前にかざして、覚悟しろジオみたいな決めポーズだったり、ガンバライジングでもこういうポーズあったよな。 はい、こういう構えポーズだったりとかあとは前に拳を持ってきての「恋みたいなこういうのも非常にゲイツっぽいですねで普通にこのまま外側にコロールしてこうやった方がゲイツっぽいかなこんな感じだね パンチもちょっと視線逸らし気味でこういうパンチポーズね。まあ普通にまっすぐ見てもいいし、横に向いて水平の蹴りポーズみたいな、こんなのも OK だし、右足まっすぐで、ここを縦目なんすよ。 こういう感じだ。で、こう持ってきて、グランドジオーとかも同じようなポージングでライダーキックやってたけど、はい、これで、ゲイツのライダーキックのタイムバーストが出来上がりましたね。すごいそう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 。こういうポージングよ。ちゃんとできるんだなあアーでも。ガンバライジングでめっちゃ見た。あとはテレビ本編でもね。でもガンバライジングってほんとさ、技が多彩すぎて、 記憶に残るんだよね。まあ普通にもっと、ライダーキック前とした、キックポーズも足上にやって、取らせることなんかもできますし、これもね、ライダーキックで敵を撃破して、足曲げて、ズッサーみたいな、こういうようなね、左手をこうやって、 あ、すごい、そうガンバーレジェンドレアだ。<laughs> もう、アー使えば、ガンバーレジェンドレアを 3D で感じることができる。はい、こういうポーズね。こんなのもあったし、こういうスラッとした立ち姿の絵柄もありましたよね。てか、あれか、ゲイツなんかめちゃくちゃ新鮮味があるってわけでもなかったのは、これまであの、A 賞一番口のすっごいやつとか、プライズとか、色分けがすでに、 ド派手なやつを見てきたから、アーツでもそこまでドギも抜かれるって感じでもなかったのかな。でもやっぱり武器あった方がいいから、ちょっと中、一旦確認しよう。あ、そっかそっか、こっちに時間ザークスとか手首とか、もう全部入ってるから。はい、これで時間ザークス召喚からの、アックスらしく振り下ろしの攻撃ポーズだったり、やっぱ武器入るといいな。 時間ザックスも造形細かいこと。で、他にも横斬撃みたいな、こういうこともできるし、いいわ。時間ザックスいいわ。で、他にも、はい、弓モードでの攻撃状態なんかも仕上がりますね。これはいい。このモードの方がイメージ強いかもだけど、フィギュア的には弓モード非常に映えるな。 ここもさ、ほら、わかりますデラックス版そのままアーツサイズにしたような細かいモールド。で、ユー u m って書いてありますね。ノ、oh, の、no、も改めて近づいてみるとこうで、オプションセットには非常に細かい手首ね、いろんな種類入ってますから、これは、これはいろいろ使えそう。上目にね、例えば、よくありがちな感じだと、膝曲げての、 こういう上の方への攻撃ポーズだったりとか自分なりのシチュエーションで武器を持たせて遊ぶことができます最高最高これでも別売りなのは結構肝だね指差しポーズがついてるからこれでなんか需要みたいにここのリューズを抑えられたりとかあんまでもこういうポーズしてるイメージないけどねあ外れたジオっぽいこういうポーズを取ってね、て ってことなのかなあんまり芸つかないけど。あとは、大きな開き手パーツもついてますから、これで、あれかな最初の構えポーズやってねってことなのかな変身直前のポーズを表現してねって感じの手首だと思われます。でも最初にやった通常の開き手手首でも全然いいと思いますけどね。でもこういうところまでパーツ細かいな。 なので、アーマータイムはありませんけど、ゴーストのライドウォッチセット状態みたいな変身直前の、アーマータイム直前のポージングとかも楽しむことができます。そして、今回付属したゲイツとジオ用のクリアダイザーに乗せるところで、ライダー部分がペラ紙でさっぱりするとはいえ、一応支柱が魂ステージのものハマりますし、こうやって乗せると割とちゃんとしたダイザーにも見えますね。 はい、ととうことで仮面ライダージオ王 SS フィギュアーツ仮面ライダーゲイツを紹介しました発売はジオウの次に早いんですけど先にビルドアーマーとかウォーズを開けちゃったからそれほどインパクトがあるかどうかっていうとそこまでだったんだけどほ、まあ、本当に普通によくできてて完成度で言えばむしろジオウより高かったぐらいかなあと首の部分以外は完璧なんだけどゲイツはそういうこともありませんでしたから武器の付属こそありませんけどアーツの完成度としては相当高かったかなと ただ途中でオプションセットを使っちゃいましたけど、やっぱ武器持ち状態の方が映えますね。あとはゲ術ツといえばゲームアーマーのアーツもありますから、その辺のクオリティもどうなのかな。それもまたレビューしたいと思います。とりあえずアーツでサンライダーが並んだ姿はかっこよかったですね。やっぱ派手。以上、仮面ライダー城、SSVR2 仮面ライダーゲ術ツの初介でした。